大阪で生まれた女やさけ、大阪の街よ捨てん、大阪で生まれた女やさけ、大阪の街よ捨てん。はい、今日はね四国に向かってますよ。ダムでね、前回でっかい魚ね釣れなかったんで、まあ最高が40ぐらい1匹釣れただけだったんでね、今回はまた2日間60捕らえてやっていこうかなと思ってます。じゃあ行こう。今ね神戸ぐらいかな、大阪で生まれたっけ、大阪から神戸ね、そして徳島、高松、香川、四国、松山、それからダム行くよ。今君に誓う不要僕を信じていて、ノンストップで松山到着。アドレナリン出てるね。なんだこれ、めちゃくちゃ減衰してる。鳥がいるな、あれ白い鳥いるな、見える？鳥がいるな。これおるな、多分でかいな、そこに。仕掛けはね、これ。ほんとね、オオサンショウウオは嘘つかないから。これ、えらい減衰してるな。どうなってんだ、これ。あそこに流れ込みがあるな。流れ込みがあって、あっちに入ってるっていう。いるかな、毒が。あそこの穴に入っとる可能性あるでな。穴打ち、これで釣れたらすごいけど。あそこもたまりがあるな。いるかもしれないな。オオサンショウウオ、これで釣れたら奇跡だぞ。あそこにでかいのが隠れててバーグー飛び出したりして、見分かりしたかな俺。おい、こうやって水が流れて入り込んでるんでね、ああ伝って、あの流れ込みのとこ怪しいよね。新鮮な水が通ってるんで、流れ込み界隈はでかいのいるはずよ。うわ、ドロドロだ。ちょっと微妙に沈むんで、足すでに泥だらけなんだけど、関係ないよね。これ獣の足跡があるな。これなんだ、イノシシか。なんだこれ、鹿か、これ鹿かイノシシかなんかだな。これね、なんだこれ、お、うんこがある。これなんだ、イノシシかな。うわ、沈む、この辺から。うわ、こっから行けないわ、沈んでしまう。さっきから銃声がガンガン聞こえてるの、なんか漁してるみたい。多分イノシシだと思うよ、これでかいから。やば、沈む、ここ。いかんいかん、これ沈む、これ足を取られまくるんですけど、いかん、硬いとこから攻めな。ガラガラ出る、気持ちが悪い。よしよしよし、回ってきたぞ。もうあの辺行ったらダメだ、もうドロドロになる、もうドロドロになってる足が。いや、とりあえず魚影は見えないけど濁ってるから、オオサンショウウオを入れちゃえば、あそこ一発で来るんじゃねえかな、流れ込みのとこ。まず手前から、オオサンショウウオデカバスを取ったるぞ。お、奥になんか魚影がいる、あの流れ込みの奥に。あれバスか、でかいのいるぞ。でかいのおるわ、でかいのおる。投げてみるわ、あそこの奥にでかいのいる、見える。あれ、あそこあそこあそこ、1、2、3、鯉かな、鯉かもしらんな。流れ込みの奥だ、やっぱり。あれバスじゃねえか、バスだったら世界記録級だぞ。めちゃめちゃでかい黒影がおる。行くぞ、オオサンショウウオ。うわ、いまいちできちゃった、ラインが足りない。バスかな、うじうじやってんの。
パスだった。やべえぞ、めちゃめちゃでかい群れがおるぞ。オオサンショウウオはめちゃめちゃ釣れるからね。小1時間投げたんだけど、今全く反応がないね。逃げてく。多分これ打ち込まれすぎて超ハイプレッシャーになってんのかな、もしくは食事の時間じゃないのか。このオオサンショウウオ、世界最強のルアーに全く食わない。ちょっとポイントを休ませといてまた攻めるか。ちょっとこの辺も打っとくか。オオサンショウウオ、あ、鳥がいる。鳥がいるということは釣れるかも。こういう時はね、いきなり岸に近づかない。足元いたりするから、足元いたりするから、岸際から徐々に奥に打っていこうか。芋でも攻めてみるか。意外に厳しいぞ。くそ、芋来るか。これおかしい、全く食わない。もしかしてこれバス駆除されて、黒いの見えるけど、あれ全部鯉なのかな。やたらでかいもんな。駆除されたっぽいな。バスがいないな、ここ。バスが一匹もいない。芋で反応ないんだから、これは困った話だな。おかしいな、そこの穴怪しいよね。いるよね。投げてみようか。すごいバカらしい。皆さんいいですか、ああいう穴はね絶対いない。魚がいない、何にもいないよこんなとこ。よう見たら水がないかな、ほとんどおるわけないかな、こんなとこ。芋60食ってくれるとありがたい。芋60、冬は厳しいね。冬の野池、ただ釣るしかないよ。オオサンショウウオで、くそ、いろんなとこ打ちまくっとるぞ。あそこの隠れ野池はどうや。じゃねえのかな。オオサンショウウオで全くダメ。巻物やるか。クランクベイト、もしくはあれだな、鉄板バイブだな。リアクションでガジャンって、クランクベイトの早巻きか、スピンベイトか、ああいう鉄板系の秋のそういうの YouTube で見たんだよ俺。YouTube で見たんだよ、この時期。やるしかないぞ。